こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ギロ編ということで、この動画では、前回に引き続きましてですね、ギロの基本の音の出し方について解説していきます。はい、まずは前回のおさらいからですね。ギロのスティックの振り始めと振り終わり2点定めて、ワッ、トゥー、ティ、フォー、ワッ、トゥー、ティ、フォーと、ストロークします。で、ギロ1と3の時にダウンストロークして叩きます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。で、前回ダウンストロークについてやりましたので、今回お察しの通りですね、その逆、1、2、3、4、1、2、3、4、アップストロークで発音するというのをやっていきます。はい、今までの逆で1と3の時に空振りして、2と4の時に、このギロの打面にスティックを当てて鳴らすというだけです。1、2、3、4、1、2、3、4、一緒にやってみましょう。ダウンストロークの時と同様に、一部分だけちょこっと当てるのではなくて、なるべく下から上までの、このデコボコの打面に、当たるように振り抜きます。はい、いかがでしょうか。経験上ですね、もうできる人はすぐ、できちゃうんですけれども、できない人はこう、うまいことですね。まあ、打面が見れないので、うまいこと当たらなかったり、当てに行こうとして、こう手で力強く、やってしまいがちです。うまく鳴らすことができないなという人は、まずはストロークだけ練習します。始めの場所と終わりの場所2点を決めて、そこを毎回同じようにストロークします。で、だんだんこれに、ギロを近づけていって、というふうにやります。はい、では次は1、2、3、4、毎回ギロを叩いて発音しましょう。1、3、ダウンストロークの時と、2、4、アップストロークの時の、音量、音質がなるべく同じになるようにですね、意識して練習してみてください。1、2、3、4。はい、このストロークの軌道に対してギロの打面がこう斜めを向いていたりすると、うまく発音しなかったり、ダウンの時とアップの時の、音の差がすごい、大きくなってしまいますので、なるべくこの軌道に対して、打面の位置を調整してあげて、まあ、なるべく鏡なども見ながらですね、うまくこう当たるように、構えて調整してみてください。はい、1、2、3、4と、毎回確実にヒットできるようになりましたら、今度はギロを持っている方の手も少し回転させて、より大きな音で、鳴らす練習をします。スティックの動きはそのままで、この、ストロークに合わせてですね、
ギロを少し回転させて、スティックの動きに対して打面を迎えに行ってあげるような感じです。こうすることで、さっきよりもですね、しっかりと、鳴るようになりますし、あとあと早いテンポで演奏するときにもですね、速さに対応できるようになります。やってみましょう。はい、では最後にキューバやプエルトリコで使われる鉄板のリズムを練習して終わりにしましょう。 1-2-T-4 の2だけ空振りします。 1-2-T-4 カッ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 というリズムですね。で、慣れてきましたらこの持ち手の方も少し回転させてあげて、だんだんとテンポを速くしていきます。はい、今回のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。ギロの基本の音の出し方、特にアップストロークについて解説しました。なるべくですね、鏡を見ながらこのストロークが綺麗に触れているか、またうまく打面に当たっているかというのを確認しながら練習してみてください。あと最後にやりました。カッ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 というですね、パターンは割とどんなリズムにも合わせることができる万能なパターンなので、ぜひマスターしてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。